これがお前のやり方か。今晩ルクルク、かなりの急展開ですね。コラボ問題が東京都に監査請求、住民訴訟される中、小池都知事が1月27日の町議で福祉保健局を廃止、分裂させると発表した。構造改革と住民サービス向上という理由なのだが、東京福祉保健局といえば現在若年被害女性支援事業でコラボ若草プロジェクトボンドマップスの団体の窓口になっている部署、この分割が問題になる点として、担当者責任者の変更、資料が移行されることによるメール文章などの整理問い合わせなどが移行中ということで時間がかかる場合がある。要するにコラボ問題がスムーズに進まない、他の3団体については扉すらも閉ざされる可能性が出てきた。これは深読みした疑惑でしかないのだが、移行により資料を破棄しました。当時の担当者が移動しました。当時の担当部署が存在しませんので、ご説明に時間がかかります。何とでも通ってしまう可能性が。しかも小池都知事はコラボの件について一切触れてないのにもかかわらず、その部署の改革を打ち出している。報道も少なく、世間に周知される前にやるとは非常に疑問が残りますね。皆さんの声は、韓国無効化狙いかな、証拠隠滅、このパターンを使えば何回監査請求が来ても大丈夫、ゆりこマジック、福祉保健局に全て疑惑をかぶせて廃止か、パワープレイすぎんだろ。そもそも H16 年に福祉局と健康局、旧衛生局を合併しているんですが、リセットリセットしたから脳幹脳幹脳幹、新たに設置される福祉局、保健医療局にそれぞれの部署の担当として引き継がれる仕事の書類公文書も引き継がれるんだよね、という心配の声が多い。コラボ問題を中心とした目線で考えると非常に不可解な分割であり、発言の出だしが福祉保健局の廃止、後で分割するとは言っているのですが、廃止を前に持ってくるあたり、リセットという意味合いが強く感じられてしまいます。監査請求に触れていて、これはこちらで引き継いでやっていきますと説明があればわかるのですが、名前を変えただけの爆破にしか感じられず、一言で言えば都民に対して不誠実。いや、コメントにもありましたが、開示の班長のよってこれは不誠実、思い出しましたね。ご意見ご感想、ゆりこすべてをノリにするのかと思った人はコメント欄までお願いします。チャンネル登録高評価は脳幹しないでください。次の動画で。